お客さんの皆さんは絶対1月8日場所は公式サイトで探して見に来てほしいです。ぜひ来てください。皆さん、はい、じゃあということで1月はもう1個あると思いますが、そうですね、はい、僕が、あ、すみません、なんで自分の誕生日パーティーを僕が言わなきゃいけない。近藤さんの誕生日パーティーがあります。1月21日、はい、土曜日です、はい、僕が僕のバースデーパーティーで、カバー、日本のカバーコンサートをやります。例えば、うん、僕は好きな日本の曲ちょっとだけ見せてください。マイクテスト、はい、花束の代わりにみんなが出てるステージでこんなに自分たちで宣伝するアーティストもいないと思いますが、本当に申し訳ありました。すいません、ありました、申し訳ございません。ごめんなさい。そして2月もありますよね。2月は来年が12月なのか、はい、探した4番目のアルバム中心でコンサートをあります、やります。2月8日は大阪で、2月18日フェスティバルホールという公演場で東京でコンサートをやる予定ですが、皆さんたくさん見に来てください。そして、はい、2月またありますよ。なんかある、うん、ビンスが、はい、私は大阪で、ああ、そう2月11、12日ミュージカルをやりますので、この前は東京で3回やって、次は公演、大阪でもやるので、皆さんぜひミュージカルに、うん、興味がある人たち遊びに来てください。はい、皆さん、お疲れ様でした。皆さん、お疲れ様でした。じゃあ、ヒロ君、
広く使ってください。広くお疲れ様でした。ちょっとここ司会のスペースなんで、もう邪魔しないでもらう中に、はい、主役なので。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日こんなにいましたっけ。そうですね、こんなにいましたね。ちょっと本当さ、エビスのメンバーが多いんですよ。申し訳ないですけど。多い多い多い。おう、プレゼンスボーク、はい、終了とさせていただきます。この後22時までフワイエに、フワイエに行って、プコンの方もプコンの方も行われますので、ぜひお立ち寄りください。はい、そしてですね、最後に、実は次回のバーラップで、すでに決定してます。あ、もう日にちが予定されてます。バーラップが、はい、決定してされてます。はい、2017年来年ですね、3月13日月曜日です。場所はここ豊洲ピットでございます。皆さんまた盛り上げていきましょう。よしよし、いいんですけど、また僕たち呼んでもらえるって感じですかね。スタッフの皆さん大丈夫ですか。この分は出ることになりました。あ、本当ですか。はい、あ、もう決まってるのか。もう決まってます。それやエイプス来てない。僕まだ連絡届いてないですよ。まあ、ちょっとすねちゃいます。大丈夫ですか。俺の方が司会うまかったはずなんですけど。違うよ。ちょっと美女プロもね、オペレしてるんじゃないですか。そう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 。で、またこのメンバーチェーンでこんな素敵なライブできたら嬉しいなと思ってます。はい、また2017年3月13日、はい、ここでバラップ行われますので、その時また皆さんとお会いできたら嬉しいなと思います。というわけで皆さん、また出演者の発表はこれから、何回はこれからされていくと書いてあるんじゃないですか。ああ、ここはこの太陽の鳥行かないんで。ああ、そういうことですね。これね、じゃあ最後はみんなで挨拶をして綺麗に締めたいと思います。はい、本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。それではバーラップでした。ありがとうございま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 した。また皆さん、来年の3月13日を。